こんにちは、高橋です。で、今日はですね、10年前にチック症のマウスピース治療の動画に出演して、当時そっからバババーっとネット上でチック症の美少女として有名になった、現在なんと有名 TikToker になったヘッチさんに来てもらいました。よろしくお願いします。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 ちなみにレンタルスペースを借りて今日はここで撮っています。じゃあ早速なんですけど、僕めちゃくちゃいろいろ聞きたいことあるんで聞いてっていいですか？はいはいはい、聞いてください、聞いてください。あの前のマウスピースの動画のことなんですけど、あの知ってます？あの昔ニコニコとかその2チャンネルとかで勝手に無断転載されてヘッチさんの動画、そこでめちゃくちゃなんかカルト的人気というかなんかそのめっちゃ人気になってましたよ。なんかそのチック症の美少女見つかるみたいな感じで聞いていいんですよね、それ？いいです。わからない方のために改めて説明しよう。ヘッチさんは約10年前アメリカでチック症のマウスピース治療を受け、その時の真面目なね治療動画がインターネットにアップロードされます。それを偶然たまたま見つけた日本のオタクがニコニコ動画に転載、そっからチック症の美少女としてインターネットの一部でアイドル的な存在になっていったのだ。そうなんですよ。その昔僕もマウスピースの治療をしたんですけど。え、したんですか？あ、したんですよ。その大阪大学でも作れてる実はマウスピースが、そのあ、それ行きました。海外でしかない治療だったの で、ね、あの母と日本に導入しようみたいな話になって、大阪大学の先生に協力を仰いで、マウスピース店に行って、でどういう風にそれを作ったかとか、あのどういう風にメンテナンスしてるとか、で、俺が作ったと。大阪大学、あの動画の見る限りね、ヘッチさんあのめっちゃそのひどかったじゃないですか、だいぶ昔って。その音声チックとかが、その動画の見る感じは、あ、でも、あれはなんかその、はいはい、治療するために症状を全部出さないとなんかその治療ができないみたいに言われて。そうです。だから我慢を一切やめて全部のチックを出してくれって言われて あれだったんです。だから常にあの状態じゃったではなくて、その治療のために全部出してたから、マジか、ああなってただけで、普段はそんな、普段はそこまででもなかったんですよ。そうなんですか。そういう理由がありました。あ、全然知らなかったです。あ、なんか多分結構な人が誤解してると思うんですけど。いや、そうなんですよ。世の中の人々なんかみんなすっごいチックひどかったこうと思ってると思うんですけど、はいはい、そうですね。あの、あそこまでじゃないですよね。ただまあ、抑えるのやめたら、全部抑えるのやめたらあれぐらいありましたけど。僕、2ちゃんのそのスクショなんか撮ってきたんですよ。そんなありますこの、あ、それなんか友達から送られてきたかもしれない。これですね。この記事なんですけど、そのマウスピースでチック症の症状が抑えられると紹介されている美少女が可愛すぎるっていう。え、でもこの辺全然漏れてなくて、私すっごい納得いらないんですけど。全然今の方が綺麗です。マジで変な顔してる。その守ってあげたいごねとか書いてあります。こんな惚れるわと。あーごめんなさい、ちょっと 見たくなかったかもしれないですけど。あ、いやいや、ちょっと引いてますよね今。いや、見たんですけど。あ、見ました。結構当時は闇だったんで。闇っていうか、こう頑張って頑張ってチックを隠して生きてきたのに、どこかの誰かが転載して、あ、そうなんですね、やっぱみたいな。あ、やっぱそのチック症の人が悩む道ってやっぱそういうものなんですね。その隠そうと。そうなんです。ここもう死に物ぐらいで隠してきたのに、なんだかわかんないけど広がっちゃってみたいな。私のこれまでの苦労は一体何だったんだみたいな。ちなみに僕はマウスピースあんま効果なかったですね。でもなんかその海外のマウスピースの先生が10年かけてやっとなんか見つけた技術みたいな、そのマウスピース治療っていうのが、すごいピタッて止まったんで。本当にあれ止まったんですか？本当に止まったんですよ。え、マウスピースをしてる間だけ止まるって感じですか？え、でもあれ歯列矯正なので、あ、はい、なんかマウスピースをしばらくしてると顎関節が開いて、はいはいはい、なんか前歯が伸びるみたいな。あ、そうですね。なんかすごい高さの。え、そうなんですよ。こんなって。あ、僕も動画出したんですけど昔。本当ですか？あ、ぜひ見てくれれば。そうなんです。うだるダラダラになりますよね。うだるはどうだったか知らないですけど覚えてないですけど。あ、そんで歯並びが変わったらすっごい症状が軽減されて、息もしやすくなったし、体力も持つようになったし、世の中の人こんなに生きるの楽なのかみたいな。なんかめっちゃ羨ましい。俺ももう一回作りたいな。作っ
った時から「はいできましたつけてください」全然変わんねえじゃねえかおいっていう、あそんな感じだったんで、なんかぼったくられた感じになったんですけど、学校とかでもだから、はい、もう授業中とかにこっそりパクって入れたりとか、はい、マスクの下にしたりとか、やっぱり変な顔になるんで、 そもそもヘチさんいつからチック出始めました？もう、母情報だと2歳とか、あそんな2歳から出るんですよ、ちっちゃな頃からチック症みたいな。マウスピース作ったの何年生？あれは高2とか。あれ高2なんですか？なんかみんな中学生と思ってた。中学生と思ってました。なんか女子中学生とかみんな。僕も女子中学生かと思ってました。違いますよ、高校生でした。高校生でしたね。マウスピースが終わってチックが良くなってたんですけど、体が動かなくなっちゃった時期があったみたいなこと。ガチで2個、3年ぐらいは結構いい、そうだったんですね。でもそっからも、まあ、全然動ける感じではないです。あ、まあ、今も あんまり結構、ああそうですね、体も動かないですね。ああそうなんですね、うん、それでなんかその今 TikTok やってるじゃないですか。ないない、 TikTok やってるのもそれに関係してるんですか？そのなんで TikTok 始めようとしたんですか？はい、あなんかあんま外に毎日働きに出たりができないから、なんか家の中で何か自分にできることないかなって思って始めました。ああそうですね、そうなんですね。結構今何万人でしたっけフォロワー TikTok の？今でもこの間10万人10万人いったんですか？すごいじゃないですか。僕 TikTok 再生数めちゃくちゃ3本に1本ぐらい100万再生出るんです。めっちゃすごいすごいすごいのに全然フォロワー増えないんですよ。なんか今3万人ぐらいでくすぶってるんですけど、今 TikTok が仕事みたいな感じになってるってことですよ。あそうですね、最近仕事になるようになりました。あ、そう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 。また最近もまとめ記事できてます、できてましたよ、ヘチさん。その、あ、なんか1個 DM で教えてもらいましたけど、あ、本当に。なんか TikTok で無事に踊ってるみたいな。なんか昔ワンピースで話題になったチックショーの美少女、今は元気に TikTok で踊ってる模様。踊ってる模様って。元気で踊ってるっていう表現がちょっともう強すぎて。まあ確かに元気に踊ってますもんね、そんな。うん、確かに。いつもこんな感じですよね。あ、そうです。カエルちゃんかぶって。カエルちゃんかぶってみてくださいよ、ちょっと。いつもの格好で。こんな感じなんで、ちょっとぜひ、TikTok のフォロー。TikTok とか見てね。あ、ちなみに YouTube チャンネルもあります。YouTube、TikTok フォローお願いします。インスタもやってます。チックショーとしてなんかメディアに出てる人って、だからヘチさんと僕と酒井くんぐらいじゃないですか。あ、ナルトわかります？ナルト、はい、ナルトのスリーマンセルわかります？わからないです。あ、わからないですか。そのなんかナルト、サスケいるじゃないですか。うん、うん、あとさくらちゃんいる、うん、だからもうそれチックショーのスリーマンセル組めるなって。だからナルトが、あの、手書きいいんで、ナルトが高橋くん、酒井くん、私ってことですか？そう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 です。だから性格いいんで酒井くんがナルトで、僕ちょっとひねくれてるんでサスケで、ちょっと女の子なんでヘチさんがさくらちゃんってことで。いや私女の子あのそうなるほど。ちょっとぜひスリーマンスで組んでください。スリーマンスチックショーのパオパーチャンネルみたいな感じ。パオパーチャンネルわかります？わかります。開催してましたよね。ああ、僕は一回も見たことないんですけど、名前だけ。アワズーって言うんですか？だからもう、パオパオのゾウさんじゃないですか、もうこれ。え？だからカエルです。パオみたいな。ケロケロちゃんね。ケロみたいな。何言ってんだろう。まあまあ、そんな感じで。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもどうも。またいつか。いつか、またコラボしてくれると嬉しいです。